ジャン君、ジャン君、大変です。大変です。大変、向こう向いちゃった。はい、これ届いてしまいましたよ。こういうのをいただきました。いただきました。ポータブルキャリー、猫にストレスを与えない通気性の高い素材。天面扉はメッシュとカーテンの二重構造、ポケットは2箇所、こういう感じね。はい、病院にね連れて行くのに、使えたら使ってくださいということで、こんな感じです。なんだ、簡単にできる一人キャンプみたいなくらいのお手軽さでこんな風に、俺らが自作したやつよりすごい。こうやってさあ、そうだそうだよね。してこうだね、うん、これで入り、ここで止め、うん、顔が見たいときはベリッとやれば、本当よりはね、うん、うちのもうジャン君の場合はもう大丈夫だろうなとは踏んでいるんだけど、保護猫の場合はものすごく厳重にねガム手で貼ったりとかするじゃない、うん、あの硬い硬いキャリーケースでもこうぐるぐるにしたりするんだけど、ね、そういう意味での、うん、絶対大丈夫とは言えないけれども、まあ普通のおとなしく飼われている子にはちょうどいいぐらいだね。ジャン君は大丈夫でしょうか。おー、なるほど。これは何かなって思ったら、キャリーの下にペットシートをここに挟んで、ここに入れてくださいって書いてある、うん、まあ、タオルやペットシートをゴムバンドで挟み、うん、キャリーの底に敷いてご使用ください、はいはい、まあ、底板は底板だよね。そう、底板でこれで硬くなってて、そうそう、シートも挟める、そう、ずれないよということね。そうだね、よく考えてるね。タオルとかであったかいとか、おしっこをしちゃうと困るとか、うん、そういうやつもね考えられて、はい、すごいね。そしてこれも入ってたよ、はい、ネット。これは、ジャン君用のネットです。はい、どうぞ。接着用ネットよりもちょっと頑丈そうだね。ストーブのとこには危ないので、うん、これに慣らせちゃえばいいんだね、うん。どうもありがとうございます。ありがとうございます。次の回に使えれば使います。まだちょっとね、入ってくれるかの問題からやるので、うん、次回はいつも入っているやつでやるかもしれないね。はい、ということで、プラス、こんなものも。除菌の消毒用アルコールだから、手を、アルコールやれるやつね、スーパーの入り口にあるようなやつですね、うん、それからのど飴、ありがとうございます。のど飴で殺菌だって。はいはい、これも、うん、喉の調子ちょっと僕の場合はアレルギーっぽいなと思ってるけれども、それにいいかもしれないね、うん、しかもこれもしかしたらマスクしてる中にしといけばいい、飲めながら、あ、そういうことだね、殺菌だからね、殺菌消毒だから、はい、うんうん、コロナにもいいかなというところですね、うん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、かわいい、かわいい、はい、かわいい、かわいいです。お二人さん、お二人さん、ペロペロしたって可愛かったの。今日は14度ぐらいに上がったそうで、明日はさらに暖かいんだそうです。そろそろ、このヒーターね、これじゃなくてもいいのかなと思うんだけど、これつけると本当にみんな集まってくるんだよね。まあ、暖かく感じてるうちは、ね、今日なんてまだスイッチ入れてないのに、ポンちゃんこの前で待ったよね。あれっていう顔になったよね。で、すかさずつけたけど、あったかいからまあエアコンでいいかと思って、はあ、朝切り替えなかったんだよね、すぐにはね。そうね、そしたら、ね、まあ、だから人間の体感とかよりも猫は大好きなんだね、これがね。
暑いぐらいが好きなのね。多分ジャン君お背中熱々になってると思いますけど。そこなんですよ。ジャン君。思いますけど。完全についてますよ。かわいい。ポンちゃんこのせてるの。かわいいね。めっちゃかわいい。